オルディス・アレクサンダー・バジル・ホチは、アメリカ合衆国出身の俳優。ノースカロライナ州、オンスローグン生まれ。父親は、バージン諸島内セント・トーマス島出身で、両親は共に、アメリカ海兵隊出身。2歳で、セサミストリートへの出演。3歳からは、兄のエドウィン・ホチと共に、雑誌の広告モデルとして登場。両親の離婚後、母と兄弟の4人で、 ニューヨークとニュージャージーとを移り歩く生活の中9歳からブロードウェイの舞台出演を経て1995年のダイハード3出演以降ゲストとして TV ドラマや映画への出演を重ねていくアートセンターカレッジオブデザインで学び時計のデザイン執筆絵画制作も行っている2011年レバレッジ詐欺師たちの流儀ではお上で 機械オタクのハッカー、アレック・ハーディソンを演じ、2009年のサターン、助演団優勝にノミネートされた、JG のミュージックビデオ、レガシー、ビデオゲーム、NBA に K19 にも参加。2016年のドリームでは、ジャネール・モネー演じる妻メアリーが傷つくのを心配するがゆえに、彼女の行動をいめるも、最後は彼女を認め背を押す、公民権活動家の夫、 レビューを演じ、同年の全米映画俳優組合賞のキャスト賞受賞の一端を担う。2018年のブライアンバンクスでは、冤罪で収監されたブライアンバンクスを演じ、本人と共に役作りとトレーニングを行った。2016年のドラマアンダーグラウンド、2019年のクレメンシー、ドラマシティオーエーヒル、罪に溺れた街、2020年の 透明人間等、差別、死刑制度、DV など社会が抱える歪みや問題を映し出す作品にも多く出演し、2020年のあの夜、マイアミででは若き日のジム・ブラウンを演じている。2020年7月のバリエティ氏が主催した若手俳優陣の対談インタビューにて、作品制作に参加し協力したにもかかわらず、肌の色や羊が違うという理由だけで、クレジットに、 名が残されないスタッフたちが存在することなど、長年続くハリウッドの問題点を指摘し、対談に参加した俳優たちと共に改善を改めて訴え、反響を呼んだ。なお彼自身は率先して、SNS にプロが携わった写真を掲載する際には関わったスタッフたちの名を全員記載し紹介している。 レバレッジガンコンザガイズパネルポステッドバイスパーシャイニーガール youtube.com アクセスト2010年4月8日ザ・ウィーク・エンド・オブ・オーサム・ AKA ・スーパーナチュラル LA2009 フライデーワデナ・パリスアクセスト2010年9月20日ハイク・ノエル・キング・ダニエル・オルディス・ホッチ A30 イヤーアクティングベテラン ATAG32 オン・シティーオン・ A ヒル w w w k r w g o r g 2 0 1 9年12月15日閲覧。meet オルディス・ホッジ、アクター、コレクターウォッチメーカー。ウォッチタイム、2019年11月13日、閲覧。ヒッドンフィギュアス、スター・オルディス・ホッジ、ペインター・ハルモニア、ロサレス2デビューコラボワークスアット・ LA アートショー。 ザ・ハリウッド・リポーター二千十九2019年11月13日閲覧ロックルーシーブラックミラースターオルディス・ホッチ・ペインツエイ <A> ポートレート・オブ・ディバイデッドアメリカザ・オブザーバー二九00297712 https www.teguardian.com ワールド2018ヤン21ブラックミラースターオルディス・ホッチ・ペインツ ポートレート・オブ・ディバイデッドアメリカ2019年11月13日、閲覧。ジャクソン、アンジェリーク、アクターズ・セイ・ハリウッド、エス・ネグレクト・オブ・ブラック・メン、エス・ヘア・ハズ・ツー・チェンジ。バラエティ、2020年12月15日、閲覧。ありがとうございます。